はい、皆さんこんにちは。ストリートインストラクター井川直介です。あなたのスキルをエクセルでエクセレントにしたい。はい、金曜日にね、出した動画なんですけど、私がスッタルズな、動画を上げたばっかりに、いろんな方からコメントをいただきまして、本当にありがたいことだなというふうに思いました。ありがとうございます。で、今日はね、ちょっとその補足っていうか、全額を半額にするっていう、ただそれだけのことなんですけど、ちょっと、お見せしたいなというふうに思います。で、ね、最後ね、なんかちょっと逃げ切らないでグダグダになりまして、ね、初心者の方でもね、で見てくれるような動画ってどうなんですかねって言いましたら、ちゃんころもちさんですかね、コメントいただきまして、この電話を見てる人って初心者の人見てないんじゃないのっていうふうに言われまして、まあそうだよなと。で、まあ、自分の中でなんですけど、まあ、私の部下の方もまあ入ってるんでしょうけど、まあ、部下はまあおまけと思いまして、それで、本当にね、私のチャンネルを見てくれてる方に対して、いい情報を提供していきたいなというふうに思います。何ですかね、難しいもの、をいかに分かりやすく説明できるかっていうのが正直、私が目指してるところであって、たとえ初心者でも、難しいものでも、私が説明したら、ちゃんと分かってくれるような動画を、やっていきたいと思います。悩んでたわけじゃないんですけど、僕が簡単なことをやっても、もうすでに動画とかね、たくさん上がってるんですよね。Excel のコンボボックスなんてやったら、もう本当ありとあらゆる人が、やってて、そこにね、私が参入したからといってどうなるわけでもないでしょうし、別に分かりにくい動画でもないので、分からない人は、違う動画を見てとしか言いようがないので、で、Excel に関しては、もう一度説明、もう一度、言いますが、今配列を使わなくてもできる便利な関数っていうものはあるんですけど、考え方の基礎を養うというために配列はまたちょっと少しずつアップしていこうかなというふうに思っております。それで、そう、ちゃんころもちさんからですね、教えていただいたサイトがあるんですけど、私もそこ早速チャンネル登録をさせていただきました。そのチャンネルはどういうチャンネルかっていうとですね、後で概要欄に出しておきますので、ぜひご興味の、ある方、チャンネル登録していただければ、理解が深まると思うんですけど、こうね、Excel のこう VBA とかそういったものを業務ではなくて、生活のこう、そうす、生活っていうか、こうゲームを作ったりとか、Excel ってこんなに便利なんだよっていうのを上げてらっしゃる方で、内容を見たらはるかに私よりもスキルが高い方がやってらっしゃるというふうに思います。で、ね、皆さんね、知らないかもしれないんですけど、 Excel で麻雀ゲームってできるの知ってます？多分 Google で Excel 麻雀ってやると、そのサンプルファイルって落とせると思うんですけど、僕それを見た時にめちゃくちゃ感動したんですよね。だって Excel で麻雀できるんですよすごいですよね。誰が考えたんだろうとかっていうふうに思って、確かその時日経PC 賞かなんかの賞をいただいた、最優秀賞をもらったソフトなんですよ。で、僕それ見た時に、Excel ってもう何でもできるんだなっていうふうに思いました。なので、やっぱりマイクロソフトオフィスの中で一番利用頻度の高いものってやっぱり Excel じゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、Excel に関しては、私、何ですかね、チャンプロムスさんから紹介していただいたチャンネルではないんですけれども、なんでこんなに VBA やってやろうかなと思ったのは、もうまさに競馬の指数をターゲットっていうソフトに取り込むにはどうしたらいいかって、それをやるために必死で勉強したっていうかね、やったんですよ。で、自分の中で思ってるのは、競馬の題材って本当に VBA に関しても Excel に関してもいい題材なので、予想はしないですけど、こんなツールができますっていうのは、今サブチャンネル作ってるんですけど、こちらの方で紹介させていこうかなというふうに思います。それは競馬の、興味のない方は本当に申し訳ないんですけど、僕からしてみたら競馬も、マリオカートもバイオハザードも同じ部類であって、なんて言うんですかね、一生懸命やって成果が出ればすごい面白いものなんですよ。例えばイチロー選手がね、野球があんだけ上手になったのはなんでかって言ったら、
あのただあの野球が好きだからというふうに答えるんでしょうけど、やっぱり子供と一緒でご飯だよ食べなさいって言ってもまだもうちょっと待ってっていうような気持ちがあるから発展していくんですよね。あのエクセルマンアクセスも業務一辺倒でやったらもう見ないです。だから面白くないですもん。面白くないですよ、ね、でも自分の生活がこう便利になってくれば皆さんちょっとやってみたいと思うじゃないですか。でそういったことを紹介をしていきたいなというふうに思います。まあ、たとえ1人でも2人でも共感していただける方がいるのであれば、私はそこをやっていきたいというふうに思っておりますので、ぜひとも、応援の方をよろしくお願いいたします。ちょっと前置き長くなりましたが、ちょっと早速そこだけ紹介したいと思いますので、パソコンの画面に行きたいというふうに思います。はい、それでは早速パソコンの方をやっていきたいというふうに思います。はい、前回、今セル A1 の、札幌市すすきの1-1-1が、全角だったら反応しないんで半角に直してねっていうふうにして、皆さんに、ご紹介をしたというふうに思います。ね、スタッタラスのことを動画で本当に申し訳ございません。じゃあ、ここのところ今半角にしてるんですけど、半角にする場合っていうのはじゃあどうしたらいいのかっていうふうにすると、ここにちょっと今、上の窓のところをここ大きくしますが、拡大します。ここにASC って入れてセルを指定すると、半角になりますので、半角になったら、ここのところに、前回ご紹介しました配列のところをやると、番地だけ抜けるということですね。ほいで、じゃあ、さらに全角にするにはどうしたらいいのかっていうと、今度は ASC に対抗して、JIS ですか、 JIS っていうものを入れると文字が全角になるっていうふうになります。まあ、地域とかね、なんかデータベースで番地まではいらないけど、まあ何ですかね、どこの地域にこう物が売れてるとかっていうのを、例えば、さっきデータベースっていうふうに言いましたけど、どういうことをするのかっていう と、例えばですね、すいません、プログラムは作ってないです。例えば、ここに、出てきたものを例えばマクロかなんかでこう自動的にこういうふうにポンと飛ばして、これを例えばアクセスに貼るとか、まあ Excel のデータベースでもいいですよね。 Excel だったらこうやって別にシートをやって、別のシートにこうやって飛んでいくとかっていうのってどうなのかなと。それってなんか僕あまり詳しく説明したことがないと思いましたので、そういうこともやっていきたいというふうに思います。なので必ず続きものに関しては番号を振りますし、それから皆さんに分かりやすく説明していきたいというふうに思っておりますので、まあくだらない話もするんですが、ちょっと必ず番号順に見ていただきたいなっていうことですよね。例えばその海外ドラマとかも、まあ、シーズンごとに見るのはいいでしょうけど、途中から見たまま多分全く訳がわからないので、そうしていただきたいなというふうに思います。ここで僕ちょっと素朴な疑問を持ったんですが、住所ってウェブ上の入力フォームでなんで全角なんだろうっていうふうに皆さん思いません？で、調べたらここに書いてありました。よいしょ、ここに書いてありました。ウェブサイトの、住所入力はなぜ全角なのかっていうと、理由がありまして、うっかりの間違いを防ぐ、それからデータ入力を統一させる、まあ、これはすごい重要ですよね。自動変換してもいいけどもっとややこしいことになる、それからハッキング、これがなんか一番いい理由かなっていうふうに思いますね。半角の文字を認めちゃうとハッキングされやすくなるっていうようなことなので、こんな風になってるということですね。で、それから説明しようと思ってたのが、ちょっとね、なんかここ間違ってますね、僕。すいませんでした、ここですぐ直しておきます。在庫の管理の、あれで、一応ここのところに説明したものを、こんな感じで、ブログではないですけど、時間のある限りこうやって、こんなことをしましたよっていうのを書いていっておりますので、
動画、まあ、動画見直していただいてもいいんですけど、動画じゃなくてもできるようになっておりますので、ちょっと、ホームページも合わせてブログの方も読んでいただければなというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあパソコンの画面はここまでにします。はい、いかがでしたでしょうかね。今日の動画、何ですかね。自分のやりたいことをやっていきます。応援していただける方はぜひ応援していただければなというふうに思っておりますので、どうぞ、声援、応援をよろしくお願いいたします。で、あと、わからないこと、ね、質問等に関しては、できるだけ、無料は当たり前なんですけど、できるだけ私の方で答えていきたいというふうに思いますので、本当にどんな些細なことでもいいですね。で、ゆくゆくは質問いただいた時にですね、今あなたが疑問に思っていることを発展させるとこういうふうにできるんだよみたいなことができると、さらに皆さんの身近になっていくんじゃないでしょうか。はい、それからたまにコメントでですね、僕のことを先生と呼んでいただける方がいるんですが、すごい嬉しいんですけど、僕はそんな偉い立場ではないので、井川さんでいいですので、まあ、別に呼び捨てでもいいんですけど、で、僕は人に物を教えるときに必ず心に留めておくのは、何回も言ってるかもしれませんが、先生も昔は絶対に生徒だったんですね。大人も絶対昔は子供だったんです。これは星の王子様サンテクジョペリでしたっけ、書いてある。で、大人も昔みんな子供だったっていうね、すごいいい言葉だなというふうに思います。で、人に物を教えるときは必ず初心に立ち返って、全く何も知らない人でもどうやって理解をさせるかっていうのが先生の腕の見せ所だと思うふうに思ってます。その域には僕はまだ全然達していないので、この動画を通じて私もスキルアップをしていきたいなというふうに思ってますし、皆さんもスキルアップしていただければ私はこの上なく、本当に嬉しい限りでございます。はい、なので、もう一回言います。アクセスに関しては今、在庫管理のことを中心にやってますので、アクセスとエクセルの連携した在庫管理のこと、そしてエクセルに関してはもうすでに便利な関数はできてますが、関数配列を中心にちょっと、関数はやっていこうかなというふうに思ってます。そしてエクセルに関してはこれはちょっと不定期になるかもしれないですけど、エクセルでじゃあどうやったらで、まあ、アクセスを抜きにして、エクセルだったらどうやってデータベースを構築していくのか、これね、僕はちょっとあんまそんなにやったことがないので、エクセルね、皆さんと一緒に考えていきましょう。あと、まあ、YouTube を見てて、そのアクセスのね、関数とかあまりやってる人がいないなと思うので、アクセスの関数の紹介ですとか、合わせてそのね、なんか表計算の検定とか、なんとかちょっといろいろやっていきたいなというふうに思っております。まあ、競馬をね、題材にしてやるかもしれませんが、ここのチャンネルの、ベースは Excel とアクセスです。それ以外のことは紹介しません。だから、競馬のね、ツールの作り方を紹介したとしても、ね、明日のレースは1、2だなんてことは言いませんので、それはご安心してください。はい。皆さんがじゃあこんなツール作るのってどうやったらいいのっていう風にあったら、できるかどうかわからないけどやってみたいなという気もありますので、まあぜひコメント等ございましたら、どんどんください。皆さんからの本当にコメントね、励みになりますので、こんな単純なおっさんですが、ぜひよろしくお願いいたします。はい、では明日の動画で、Excel とアクセスの在庫の管理でお会いいたしましょう。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。